はい、じゃあ次ランナーウェイですね、行きます。メロディーです。それ多いんですよ。玉置浩二で一番日本で一番上手とかなんか男性歌手で言われてる。それをねこの74のねじいさんが歌うなんてさ、ちょっと恐れ多いんですけどね。でも歌います。お願いします。あんなにも好きだった君がいたこの街に、今もまだ大好きなあの歌が聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて、あの頃は何もなくて、それだって楽しくやったよ。メロディー泣きながら幸せを見つめてたよ。懐かしいこの店の隅っこに置いてある寄せ書きの恥の方を君と書いたピースマーク、みんな集まって泣いて歌ってたね。あの頃は何もなくて、それだって楽しくやったよ。
て、それだって楽しくやったよ。メロディー泣きながら遠い空流されても、君のこと忘れないよ。いつだって楽しくやったよ。メロディー泣かないで。あの歌は心から聞こえてるよ。はい、坂田さんの先生を、はい、しております、彩香と申します。彩る夏の彩香と申します。坂田さんは5年ぐらいですかね、5、6年かな、そのぐらい、あのちょっと指導をさせて、69で始めた5年ぐらい、そっか、そうね、あのもう70なんですよっていう、70やけ声が出ない、声が出らんちょって来て、そしてね今私本当にメロディーが歌えると思っているメロディーと隙間スイッチが、そうでも最初本当にあの年明けって言ってたけど、だんだん声が出るようになって、でね、あのセッションも、まあ、あの声かけられるんですよね、やっぱあの見に来ててセッションがあったら歌いませんかっていう声かけていただくんですけど、私とかはちょっとあの遠慮するタイプなんですけど、やっぱそんなんしてたら上手くならないので、やっぱ人前でどんどん歌った方がいいですよということを伝えたら、なんか決まり文句のように彩香先生が言われた一番いい形をね、私じゃないんですよ、先生が言うけど、ね、そうそうね、あのちょっとね調子に乗ってるところもあるかもしれないでもね、あの温かく見守っていただけたらと思いますで、あの後半戦が今からあの始まるんですけど、その前に1曲私があの歌わせていただこうと思います。オリジナル曲のイケスマイスターという曲をですね、あのこじこじさんの皆さんと、そしてあのゆかりさんにコーラスをお願いして、はい、歌わせていただきます。もしね、あの手拍子とかよければお願いいたします。はい、ではお願いいたします。Yeah.
最後にひまわりという曲お聴きください。お願いします。
本当に本当にありがとうございます。